石田に送る。フィーラーのスクリーンを使って石田から西川来るか、スリー来た、来ましたよ。井口さんシュートを決めていきました。ただ一方の佐賀もですね、隅田から西川がやり返していくというところが、西川に送りますと最初ボールラインを下げさせないんですよね。そうですね、高い位置でボールを回している。ただこのスリーをお返ししていきました。フィーラー、このシュートはちょっと短い。さあ走ってる西川、そしてこのロングパス、西川笛をもらってバスケットカウント。いやこれは大きい、に持っていきました。いかがでしたか井口さん。これはよくエドワンですね、ボード使ってのバスケットカウントは、うん、さあ立て直して西川対松本、この位置からディープスリー決めた、来ました西川。サガボール、西川先ほどスリーが決まりました。フィーラー自分で行ってファウルをもらってエンドワン。西川には高平、フィーラーのスクリーンを使う。フィーラーに預けて今度は外来たー、いや外中外と。フィーラー、うわ、また打ってくる、連続なるか、来ました。フィーラー祭り11得点。ガルシアからマッキントッシュ、そのマッキントッシュには2人で行った、長いパス隅田から西川スペースができてスリー、ネットを揺らしていきました。あ、これも完全にホームコートアドバンテージ、ブースターさんでしょうね。はい、隅田から西川からこのフィーラー、今度はドライブで西川、フィーラー、もう一度井上、2度目の勝機来ました。そしてサガボールです。まあ、これは先ほどのワイドオープンのシーンですね、はい、よく決めた。もう一度チェイス・フィーラーとの2面、あ、今度はスクリーンを呼ばない、はい、あ、打ってきた、さすが西川、ディープス。そして第3クォーター終了。始まる前にですね、はい、これドリブルが始まる前にチェイス・フィーラー選手がスクリーンに来るの、うん、いや、はい、来るなと。さあ佐賀、ガルシア上がってきたのは西川、打ってきた、スリーは決めるんです。西川高延18得点です。マットボンとフィーラーのところ西川がいる、空いた、スリーは決める、また来た、すごい。さあカリバタもやり返していきたいんですが、あ、今2ポイントでした。西川、さあ野口からマットボンとやり返すのか、アタックを選択、まあ、西川選手がよく寄ってた、またチェイス・フィーラーとの2面じゃないか。この形です、左側にスクリーン、もう一度ピック、はい、ディープスリー、いやー、西川、試合を決定づけるような大きなスリーとなりました。これで7点差に広げました。